昨日餅、昨日餅、一日たち餅は、三重県伊勢市に本社を置く若子店に赤福が1月を、除く毎月1日に販売する餅。地域の風習である、昨日参りにちなんだもので、毎月販売する餅は異なる。1978年、昭和53年に、昨日参りの参宮客をもてなすために、赤福餅で培った技術に、 季節感を織り込んだ商品として販売を開始した。1日しか買えないことから、お金では買えない気持ちを伝える、贈答品として優れているとともに、季節感を大切にしてきた日本の食文化を見直す上でも良いと経済学者の伊藤元重は表している。1978年、昭和53年2月1日に販売を始めた。 伊勢周辺には、毎月1日に、伊勢神宮に参拝し、前月の無事に感謝すると同時に、当月の無事を祈る、昨日参りという風習があり、その帰りに、赤福を訪れ菓子とお茶を一杯注文する人が多かったことから、参拝者をもてなす菓子として、昨日餅が創案されたのであった。発売当初は二百から三百個の売り上げを想定していたが、口コミで評判が広まり、 年々販売個数を増やしていった。これを受け、赤福本店だけでなく、1980年代には、愛知県、名古屋市や大阪府大阪市の100店でも取り扱いを開始した。この頃にはグループ会社を含めた従業員総出で昨日餅作りを行い、百貨店では行列が隣接する売り場にまで伸びてしまうため、予約制を取るようになった。2007年、 平成19年10月に消費期限及び製造日、原材料表示偽装事件が発覚した際には、昨日持ちの原材料表示が重量順になっていないことが発覚。昨日持ちの一部を冷凍保存し解凍して販売してたことも明らかとなった。このため、同年11月1日に販売を予定していた、エビス持ちの販売を休止した。赤服では不正防止のため赤服持ち用の例。 解凍設備の全廃を表明したが、昨日持ち用の設備については、検討するとし、最終的には需要が高いため設備を維持することになった。また河村隆史は、第168回国会で赤福持ちと、昨日持ちの不適正表示について質問した。2008年、平成20年1月30日、三重県は赤福の営業禁止処分を解除することを決定し、 販売地域を拡大する際と、昨日餅の製造を行う場合は、伊勢保健所に事前報告するよう赤福に求めた。これを受け赤福は2月6日に営業を再開したが、昨日餅は当面販売を自粛すると発表した。その後、8月1日に、発作泡餅を本店限定で販売したが、設備の問題で9月以降再び販売自粛に、至り、2009年。 平成21年3月1日のよもぎ餅から正式に販売を再開した。発作泡餅だけが一時的に販売されたのは、発作泡餅が赤福餅の原型となったもので、赤福餅とほぼお生産方法が同じであったことによる。毎月1日の早朝には、昨日餅を求めて多くの人が赤福本店前に行列をなすことが恒例となっている。早い時には、 前日や前々日から列ができ始め、赤服が開店する頃には1500人もの大行列になることがある。第61回神宮式年仙宮が行われた1993年、平成5年には東北地方など遠方から訪れる客もおり、若い人が多くなったと日経流通新聞が報じている。なお、販売前月の15日以降に本店店頭、 または電話で予約をすることもでき、必ずしも行列に並ばなければ購入できないものではない。しかし、並ぶこと自体が一種のイベント化している面があり、多くの人が毎月1日に行列をなす。毎月欠かさず、列に並ぶ名県民もおり、知人、友人の分をまとめ買いする人も多い。赤福本店では、販売前日の午後5時から、 当日午前3時30分まで列整理券の事前受付を行い、販売当日の午前3時30分より列整理券を配布し、午前4時45分の開店時に列整理券の番号順に販売される。列整理券の事前受付には列整理券に引き換えるための整理券の役割がある。列整理券の順に販売されるため、 販売当日の午前4時30分に並ばなければならず並んでいない場合には列整理券は無効となる。購入した昨日餅は持ち帰りのほか店内で食べることもできる。店内では毎月の餅に合わせて違うお茶を添えて提供される。1991年平成3年6月30日からは 昨日餅を買い求めて、行列を作る人に楽しんでもらうことを目的に、近隣にある料理店、寿司級二階にて、味噌か寄せと題した髪型の若手落語家による寄せ、開かれるようになった。このほか伊勢神宮、広大神宮、内宮の鳥居前町である、お祓い町の飲食店では、毎月一日の午前四時四十五分から、昨日城を販売し、おかげ横丁では、 昨日は最地を開催する。1月は販売しないため、昨日持ちは全11種類である。7月のみ、水ようかであり、厳密には餅ではない。商品は全て従業員による手作りである。月によって価格は異なり、各月3種類の入り数の商品を扱っている。最も売り上げが多いのが8月1日に販売される、八咲泡餅であり、 手に入りづらくなった泡や黒砂糖を使用した懐かしの味が評されていると赤福は考えている。なお、8月1日に参拝することを特に、八作三宮と呼び、五国宝城や無病息災を記念する特別な昨日参りとされ、1987年、昭和62年には泡餅だけで70万個以上を売り上げたという。三重県民の中には、 各月の餅を覚えている人がおり、この月の餅が好きという好みがある人も多い。商品一覧、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。